やあじゃあライブズあパキオカーズアッショーズということで本日の企画は何ですか久しぶりだなこれが久しぶりだ何ですか久々だななんかお前結構恥ずかしかった大阪王将で大阪っぽいもの選手権あの皆さん今おごられ界隈って知ってますか？おごられ界隈知らないですか？知らない。あれ港区女子界隈とかじゃない？それは違う違う別の界隈。TikTok で今流行ってるっていうのが、うん、その〇〇っぽい格好選手権。うん、で〇〇っぽい格好で一番来たやつをおごってあげるみたいな。はい、それが元ネタなんですよ。ああそれは知ってるわ、はいはい。まあまあ聞いてましたからね大阪っぽいものっていう。はい、はい、まあ用意はしてきました。ありがとうございます。まあ、今回は大阪王将に大阪っぽい格好。行くというルールなんですけども、はい、まあ、審査員でさっちゃんが来てくれてるんで、はい、まあ、さっちゃんがお店で待機してて、うん、そちらに今一人ずつやってきて、はい、さっちゃんが一番大阪っぽくないなと思ったやつが全員の一人が外れなんだ、はい、なるほど、ね、そういうことね、しましょう、そういうことか。今なんか皆さんあります？大阪っぽいと言ったらこれみたいな。え、だからまあ俺は一番最初に思いついたのにしちゃったから、あ、そう、俺もね、うん、結構おう、だからそのどうなんだろう、まあでもだからベタに大阪っぽくはあると思うよ。俺ちょっと一個ね、かぶると思って一個ずらした。あー、ずらしてんのお前。かぶると思ってずらしたけど、でもちゃんと大阪っぽい。俺もザ王道に行っちゃいました。まあね、だっておごられ界隈の動画見たけど、結構みんな王道というかさ、そう、その分かりやすい格好だったから、あ、界隈的にはそっちもいいかなと思って、うん、そういう界隈なんですよ。そう、分かりやすかいわよ。はい、まあ全員何を準備してきたのかなんですけども、一旦店舗に行って準備しましょう。はい、はい、それではやっていきましょう。せーの、あーちょー。はい、ということでね、一体一番手は誰が来るのか、そしてどんな変装をしてくるのかということですね。で、楽しみだけど大阪といえばだよね、まあ、無難に行けば、まあ、通天閣とか想像しやすいのかな。あと美味しい食べ物らへんだよね、あの大阪名物といえばあの辺だとは思うけども、一体一番手はどんな格好で来るのでしょうか。ちょっと待ってなんかいつにも増していつにも増してめちゃめちゃお前やばすぎちょっとさ、予定よりサイズがきつくてさ歩くのしんどい。はい、ということで一番手岩石さんでしたか。せやで。ちなみにじゃあコンセプトをお聞かせしてもらってもいいですか。わいがなにわのビリケンやでだろうな。いや俺最初さ、いやなんかヤシのイメージだからさ、あ、黄色い人かなと思ったら、うん、近づくにつれなんかどんどん金ピカになってくるからさ今日は金じゃなくて金やで、ワイがビリケンや。え、スターウォーズに出てくるあいつとかじゃない金神 3PO じゃない。いやでもね、いい、大阪っぽいよ大阪っぽいよ、今のところ。しかも座って完成する。え、そう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 、これで完成。なんか俺の予想と違ったの。あ、そう、俺の予想は、あの、ごめんだけどちょっとたこ焼きとかね。あ、いやたこ焼きも考えた。あ、考えてたんだ、うん、やっぱそっち系で攻めてくんのかなって思ってたら工作する手間が無理だった絶対作れないなと思って。あ、たこ焼きと比べたら完成度こっちの方が高いでしょ。高いですね。動画も少なくて済むしそのまあ痩せたからまだ良かったものの、それでもパツパツでその今ずっと誰かに後ろから引っ張られてるそう。じゃあ100キロだったら成し得なかったの。うん、ここ通してないよ絶対に。ちょっとそれも見てみたいけど、うん、これは大阪っぽいでしょ。いや今んとこビリはないと思う。あ、ビリケンさんはこれを、これがビリになるくらいのつもりではちょっと見たいけどね逆に確かにね一番手足さんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ビリケンやで。これはね、勝ちたいけど、いや俺もね、その格好をしてきたから勝ってほしい全身筋がインパクト。あ、来た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 。待って、ま、真っ白いやつ来たぞ。え、ま、また統一。え、待って、真っ白いやつよ。グリコって書いてあるな
お前なんだよ、お前同じようなやつ。ちょっと待ってお前、はい、まあいいやいいや。こんな同じパターンなことある？え、これでしょ。いやまあそうだけども、うわー、そう、そんな被り方する。え、ちょっとごめん、お前似てなくない？そんなだったっけグリコって。え、なんかの妖怪とかじゃないのお前。え、グリコって顔白いんだ。嘘だ。あ、白い。あ、白いの。え、でもなんか違うじゃん、タンクトップじゃん。肌の白が分かりやすくよ、肌のこれだと違うじゃん、なんか。まあまあまあ確かに。ここまで来るときにさ、次は白だっていうのが次は白だって言ってて、パッて見た瞬間、ああいつ気になったんだと思って。そうだね、来る間にね、ちょっとあのお子さんとお父さんと話してた。あ、そうそうそう、その人たちが、あ、次は白なんだ。あ、これ色で選別されてんだ。怖っ、なんで喋んない。怖いお前、顔怖いって、座れよとりあえず、うん、グリコじゃない。いや、どちらかといえば嫌な感じ、もヤジのアッシュみたいな。ヤジのアッシュ。白いビリケン、なんか白いビリケンかな。真っ白だからやっぱグリコってよく見れたらそうだったわ。調べたら白なんよ、画像と比べたら多分似てると思う。なるほどね、うん、もう2人だけで大阪っぽいし、いくよ、うん、せーの。いや、お前のせいで大阪っぽくない。なんでだよ、なんでだよ。お前が大阪をよこしてるし、これよりひどいやつが来る可能性もあるから。ある、うん、クオリティの問題だからここは。そうね。いやでもこれはね、逆に勝ってほしい。このレベルで大阪終わったらヤバいじゃん。確かに確かにね。全員全身タイツだったらどうしよう。やばい、全員全身タイツ一番やばい。それ俺だけ変に見えるやつね。逆に俺だけね。あ、じゃあちょっと待っていきますか。そうね、3番手の方、はい、待っていきますか。じゃあ、はい。ということで、じゃあ続いて3番手の方ですね。もう来てるよ、もう来てた。なんか待って。あー、素晴らしい。カパさんもグリコで、もいや、も目の前。待って、ちょっと待って、何それ、それグリコなの、マジでお前は。あ、いや、日本の国旗なんてあったっけ。あ、わかんない、なんか後ろに太陽か日本の国旗あったんだ。あ、それを再現させて。いや、すごいわ、なんかもう本当にグリコだ、それは。仮装大将みたいになってるよ、待ち合い室みたいな。仮装大将全身タイツだってルールあったんだ。俺マジで全身タイツかぶったかと思って。いや俺もかぶったからだよ。これ何？すげえ。どこがだよ。どこがグリコなんだお前それ。いやそう、いやもうこっちの方がパッとするわやっぱり。そう、絶対こっちでもう。なんで楕円なのかが気になるけど。作るの、それは制作的な問題。あ、そうだ、はい。いや、その顔のちょっとのペイントとかもね。そう、ちょっとあの右側だけちょっと太いんですよこれ。あ、なるほどね。まあ、なんかいいね、お互いに特徴が出てるやん。あー、そうだね。カズのグリコとカパのグリコっていう。ハリオグリコって呼んでいい。いや、だから俺も何なのか分かんなかった。分かんない。まあ、かぶってしまったということで。いやまさかのグリコかぶり。いや、グリコかぶりか。まあ確かにな、王道ですもん。まあそうだね、王道ではあったね。もう一人もグリコ？なわけないやろ。それかもう一人ビリケンの可能性あるで。グリコにビリケンに？うん、あるよ。まあ、かなわんは。両者共通してるところで言えば、やっぱ人間をモチーフにしたので攻めてきてるね。ああ、そうだね。ビリケンさんは神様や。そうね、まあ、人型っていうか。まあまあそうやな、神様。でも誰もなんかその通天閣とかさ、うん、分かる、そういうの。あ、そうそうそう、器物っていうの。そうそうそう、そういうのを攻めていくのがいい感じだった。とりあえずターンを待ちましょうか。そうですね、はい、4番手最終者待っていきましょう。ほな、待とか。あ、ちょっと待って、俺取っちゃってんじゃん。そうじゃん、変態や、ただの。3回ぐらい捕まって全貨持ち。全貨持ち。これ入れてください。お、また来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 た。え、嘘やん。え、今この場面は見えないから。
見えない。やばったって。やばいよ。うわあ一番いいな。なんでいいんだよ。いやこちらこそだよ。こちらこそね。びしょ濡れのグリコや。ね汗かいてんのこれ。もうニベアが浸透しちゃって。あニベアなんだそれ。ニベア。ニベアが浸透しちゃってもいやなんか一番いいグリコだな。ということで母さんもグリコ。確定してくれよ。サングリコ。なんで。いやマジで。マジで。いや三かぶり。なんでそうなんの。いやこちらこそだよ。ちょっと妥協じゃないこれ。いやそうなのよ。そう思った俺もね。妥協じゃなくてまずこれ何だよ。えじゃあお前グリコ見た。見た。いや違う違う、それ誰に言ってんの。白いよ。グリコに言ってそうだよ。肌よ。じゃあ肌あれだった。白いよね。色白いよ、ね、肌白だよ。じゃああれ美肌加工してるだけだった。だから俺最初真っ白だったよ。なんでちょっと濡らしちゃったの。じゃあほんと浸透しちゃって。だからあれだからニベアだから。ニベアだどんどん浸透しちゃう。これ10位とかマジ大事なんだけど、このサングリコ被ってるの。もう忠実さとかだよね。だってグリコっぽい。グリコっぽいじゃん。グリコっぽいだったら間違ってる。え、今日グリコの会社来てんじゃないの。グリコっぽい選手権だ。間違えちゃう。見たことあるグリコ。まあでもとりあえず、まあ、順位は後で聞くとして、うん、大阪王将食べますかまずは。はい、まあ、そうだね。まあそうだ、腹減ったしね。だからター注文しみんなで行けばいいんだよ。一番遅かったから。そう、まあ、だって遅いとおかしいで。だって俺さっき歩いてくる時、あ、またこの子やって言われて、あ、何がまたこの子やって感じだったの。お前そっち。そう、まあでも買いに行くか、とりあえず行きましょう。買いに行きますか。はい、一旦買いに行きましょう。はい。はい、ということで買ってきたので食べていきましょう。はい、はい、お願いします。それは大阪王将やで。じゃあもういただきます。しますか。はい、せーの、いただきます。やで、いただきやで、いただきやで。僕とタアとカパは同じメニューおかしいって。黒チャーハンと餃子単品で6個でっつったら、あ、それ2つで、あ、それ3つでって言い出す。やっぱグループは今日も同じなんだな。うんうん、いつもこれ食堂でこれ出てくる。そう、おかしいな、グリコ研修。グリケンはね、あれすんげえ忙しかったんで。忙しかったんよ。彼は一人でずっと働いてたって。俺に嘘ついてた。いや、この令和で入った新人の子たちか。もう退職してきた。僕もう20年で退職で。退職してんの。うん、俺創設から一緒だけど。え、グリケン。でも現役でくらいこれもらえるって聞いたんだ。バトンみたいな。あ、そうです。新人だけこれつけてる。新人だけ、あ、新人マークみたいな。そういうことなんですか。ミリケンはあれだから、もうほんと若手から順番に現場回らされるみたいな。若手が現場回らない。ベテランはどうすんの。ベテランはもうほんとに事務作業。もう管理職だから。だから関東にいるミリケンは全部あれ管理職に行くよ。あ、そうなんだ。忙しいっすか、ミリケンさんは。まあ今は忙しいけど、やっぱ今思えば若手の頃は暇だったな。あー、座ってりゃ金もらえたからさ。あ、金もらえるからなんすね。あ、そう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 、基本的にはね。俺らボランティアっすよ。え、稼ぐない。だって大手さんじゃないの。いや、大手って言ったことなんですけど、実はブラックなんですよね。だからみんな掛け持ちで。あ、掛け持ちでやってんの。居酒屋と看板の仕事。他は掛け持ち。他グリップは。俺マラソンなんだよ。マラソンなんだよ。本物。本物。お前落ちてきて普通の人なの。だからだいたい時間で落ちてきたから、俺も設定してあるから。ああ。営業時間ね。そうそうそう。もう今マラソンなんだに戻ろうとしてる。そう、戻ろうとした。でも彼はなんかその今一人でやってるから。はい。今大阪にあるグリコの看板は何もない。じゃあそのグリコ以外の人にはそう伝えろ。一人しかいない設定の方がいいじゃん。裏側知ってしまったから。うん、明日の夜気をつけな。やばいよ。グリコにさせられる。ほんまチャーハンはええで。チャーハンはええな。うん、僕これ
めちゃくちゃパラパラしてる。うん、うん、ほんま雨買った大阪ジョーク、大阪ジョーク、そう関西人みんなこんなおもろい本当めちゃくちゃつまんないけど、ミリケンはええで、ミリケンもいいのさ、正直なとこさ、でもそんなすぐには教えられへん。いやーもうこんな今日ばっか、今日会ったばっかのやつに教えられへん。いやこんな場だからさ、もう本当に正直ミリケンの給料なんぼな正直なんぼなほんましつこい人やわここだけの話やで、うん、1日指定された場所に座るんや、はいはい、これがまずミリケンの仕事や、うん、なんぼだな1日座るとさ、これなんでかわからへん、なんでかわからへんねんけど足かゆい時に変えてもらえるこれなんでかわからへん、めちゃくちゃいい仕事やねん、むずいな、ああいいな、給料給料だから足かいてくれんだよ決まってたよ稼いでるな、ボランティアだ。そういえば今日あれは食い倒れっちゅうの、一応連絡したんやけどもこうやったな、食い倒れも通天閣も今日これそうだね、そうだ、食い倒れもなんかあの駆け落ちしてるかなんか言ってたな、あ、食い倒れも稼ぎだ、バイトが入っちゃったなんか、うん、X ジャパンドラムやってるあ、これとともにじゃあということでもう全員食べたので、はい、ごちそうさまの前にはい結果発表だけもらえますか、なるほど、あーそうだ、それがメインやったっけ、結果発表あるの、これで B だったやつがお支払いだ、サチさんから結果発表もらえるんですか、はい、いいですか、決まってますか、ほなサチさんお願いします、正直迷いまして、はい、ほうけど、まあやっぱこいつかなっていうやつはいらっしゃいましたのでということで、じゃあ今回大阪っぽいもの選手権ビリの方カズさんですいやーそんな気がして、マジって、だってもうグリコじゃないよ、舐めてんのか大阪どっちかっていうと需要だね、やっぱりマサオくん、なんかぽいマサオくん、マサオくん、マサオくん、まだなんかそのターとカパの方が、まあ、グリコ感はあったのかな、あー、ターは否めない、なんか白くしようとしてるけど、もう肌やん、まあその分あのそのグリコよく見てないのよ、日本の赤でカバーしてたりとかね、日本かわかんないですけど、まあそうね、赤いので再現してたりとか、カズだったけどどうしてもグリコに見えなかったちなみにじゃあ3位、2位、1位をパパパパ、あー1位、一応気になるんでね、3位、2位、1位、じゃあ続いて3位、はい、3位はターさん、うわえ、マジ、そうこれめっちゃ高いんじゃね、じゃあ、そのポイントがね、いやそういうこと、そうで、2位がカパ、うわー、グリコしてた、で、1位がビリケン、やーです、なるほどね、まあ、パパありがとう、まあ、ということで今回初のおごられ界隈丸々っぽい選手権だったんですけども、まあ、仮に好評だったら第2回やりましょう、ほんまに大阪でやりたいということで、以上大阪っぽい格好してこいでした、バイバーイ、バイバーイ、バリ待ってろや。